2023年のあとわずか、みんなでテラレールセブンの動画を振り返ろう。やとー、2023年プラレールセブン名場面ランキング。ということで皆さん、おはこんばんちは、南港屋で。さて、2023年がもうすぐで終わりに近づいていき、明日からは2024年ですね。ほんまにあっという間やな。動画投稿は4月9日から始めて、8ヶ月以上が経過したんだよね。それに、プラレールセブンの動画も1年で100回突破したり、年末までにもチャンネル登録者数が800人を超えたりしたもんな。まあ、来年こそは1000人超えると思ってますけども。今回の動画は、今年あったプラレールセブンの動画の中で名場面ランキングをまとめてみました。そんじゃ、早速10位から4位まで一気に行くで。南、VTR の振りをお願い。僕が？しょうがないなぁ。それでは、VTR、行くって話だよね。この時港のや。第10位、エノベンの人吉先方。ちなみにですが、エノベンがこんなに早い理由は、先月新連中したからです。なのに、まだこんなに早いのは、ただの爆走ですね。第10位、エノデンの人吉先方で、EF66 を生贄にした瞬間。第9位、カオスな試合。2カ所で攻撃しても、なかなか効かないな。そりゃ、通勤、特急車両だから、攻撃が難しいんだよね。それを言ってたら、S アジタ、789系、883系が脱落。あれ？カシオペアの様子がおかしい。第9位、いろいろカオスでカシオペアの電池がずれててんやわんやになった瞬間。第8位、これはお見事。今回はこの試合でラストとします。第8位、展示化した100系とその上に500系が乗っかる奇跡の瞬間。第7位、315系のレールチェンジで。今回の車両はスピードの速い車両がほぼ半分いるからな。イーストアイが脱落したで。第7位、315系のレールチェンジでビスタカーの攻撃に成功した瞬間。第6位、ぐるぐるナビタエクスプレス。最後は私のターン、ナビタエクスプレスの挑戦ですわよ。まあまあ倒せてるな。でも、問題なのは2周目。結局3周目のジャンプ台まで行けなかった。それに何をぐるぐる回ってんだか。第6位、炭酸電池に引っかかった成田エクスプレスがぐるぐる回った瞬間。第5位、初登場にしては奇跡の。島風、315系、東京メトロ1万系が脱落。京阪8000系、EF66 も脱落。211系、京阪8000系の真似をしてどうする。第5位、初登場だったスカイライナーが、いい名場面を見せた最高の瞬間。第4位、小町の自爆で。火の鳥が脱落。さらに800系も脱落。第4位、これはお見事なのか。小町が自爆して一瞬逆走した瞬間。ということで10位から4位までのランキングでした。100系が展示化した上に500系が乗っかるというのが第8位にランクインしたな。あれはもう名場面確定なの分かってたんだよね。ということで、いよいよベスト3の発表に参ります。それではどうぞ。第3位、小町遺産4000人記念バトルの1回戦でN700 系が。いや、それにしてもゆくのりさん妨害してるな。こっから先に来た500系が来たから同じ点数500系に押し出されたやんけ。早くも小松井さんの実況者さんが。第3位、1回戦で N700 系が逆走した瞬間。第2位、やってくれたな。トリプルスラッシュとは俺と阿部野さんの対決だな。最後こそは必ず点を取るわよ。最後の最後でやってくれましたね。第2位、最後の最後でやってくれた。
橋脚がドミノ倒しになった瞬間。第1位、789艇の暴走。なんと789系3分岐ポイントレールを乗り越え逆走。そして789系はまた100系を攻撃する。さすがに今度は弾かれコースアウトでしたか。100系が逃走したが789系がまだ残っている。ようやく決まった。ということで800系の勝利。第1位、789系が逆走して大暴れになった瞬間。ということで第1位は逆走する789系でしたね。あれはもう逆走して暴走するわ。さすがにこれは名場面に入るよな。第2位は正面衝突バトルで最後に橋脚がドミノ倒しになったのもランクイン。あれはもう最後にコース破壊をしてくれてよかったんやな。さて、今年のバトレイルはいろいろありましたが、来年もいい名場面が起きたら、またランキングします。ということで今回はここまで。そして2023年の動画も、これにて最後となりました。2024年もよろしくお願いします。それでは、2023年最後の締めいきますよ。それでは皆様、ここまでご視聴、ありがとうございました。そして、良いお年を。